皆さんこんにちは。温室改善マル秘大作戦です。今回で28回目になります。この動画にはハイエンドモデルも高級アクセサリーも出てくることはありません。この動画は費用対効果、コスパに特化した対策方法を紹介していく内容となっています。とにかく温室を変える方法を順次紹介していきます。その対策方法を皆さんがお手持ちのシステムに加減しながらやってみて、効果があるのかないのか、それを決めるのは皆さんです。対策をしてみて温室が改善されたのか改善されなかったのか判断するのは皆さんです。こんな感じにこの動画を捉えてもらえればいいと思います。さて今回のテーマですが、野外の電気メーターのノイズ除去をしていきたいと思います。この動画ではこれまでお話だけで終わっている回もありますが、対策方法の具体的な紹介としてはスピーカーに関してのメンテナンスがありました。スピーカーターミナルの酸化膜の除去とユニットをキャビネットに留めているボルトの締め直しですね。これをすることによってお手持ちのスピーカーは随分若返ったんじゃないかなと思います。またスピーカースタンドのベースですね、ハイブリッドの御影石のオーディオボードの紹介がありました。ハイブリッドとすることでスピーカーに対する突き上げ感がある程度緩和され、またスピーカーの振動対策にもなっていると思われます。この御影石のハイブリッドのオーディオボードに関してはまとめとして今一度動画を作る予定でいます。それと各接点の酸化膜の除去がありました。それとコンセントカバーの自作方法の紹介と簡易レゾネーターの自作方法の紹介がありました。またトライガードの生産中止を受けてケーブルのノイズ対策の話については何回かしてきました。もしもケーブルのノイズの対策をまだご自分なりにされていないような方は、よかったらオーディオ入門の10回目、11回目、14回目を見て参考にしてみてください。何回もお話ししていますが、ケーブルのノイズ振動電磁波対策をすると皆さんが想像しているよりも音ははっきりと変わります。ですから興味のある方はぜひこの機会にケーブルに手をつけてみてください。対策については考え方も対策方法もたくさんあります。そのうちの対策方法の一例を紹介しています。これまでに紹介してきた具体的な対策方法は以上となります。興味のある方は次々と試されている方もいるようで、私も嬉しく思っています。一方簡単にできるのはピカールを使っての酸化膜の除去になります。この動画では対策後の温室がすっきりと仕上がる方法と落ち着いた感じに仕上がる方法を交互にバランスよく紹介しています。音に偏りが出ないように対策方法を調整しながら紹介してきました。しかし実際のところ酸化膜の除去だけで終わっている方も多いんじゃないかなと思います。酸化膜の除去だけだと音は確かにすっきりとした感じになりますが、音のきつさを取ることはできません。またトライガードの生産中止を受けてすぐに親入れのテープを入手される方もそう多くはないと思っています。ということで今回は手っ取り早く一度音を少し落ち着かせたいと思います。そうすることによって皆さんお手持ちのシステムの音は少し聞きやすい音に変わります。これも本来は微調整なのでもう少し先に紹介する予定でいましたが、順番を繰り上げて今回紹介していきます。どのようにして音を落ち着かせるかというと、今回のテーマにもありますように野外メーターのノイズ対策をすることによって音質改善したいと思います。この対策をするとサワサワと落ち着きのなかった音がぐっと落ち着きます。それに中音域が少し濃くなります。どこか薄かった音がぐっと濃い音に変わります。ということで音は少し落ち着いた感じに仕上がります。酸化膜の除去と合わせてこの対策をするだけでも音はぐっといい感じになります。当然音の好みは人それぞれですから、
皆さんなりに加減しながらやってみてください。また簡易レゾネーターを自作して併用していただければなおさらに音は落ち着き、音像定位も少し良くなりますと、このように皆さんにもはっきりと音の変化が体感できますので、興味のある方は早速試してみてください。それでは作業に移りたいと思います。それでは今回ご準備いただくものをご紹介します。100均とかで売ってるバーベキュー用の少し厚手のアルミホイルをご準備ください。それと両面テープをご準備ください。導電性とかこだわらなくて大丈夫です。何でもいいです。またすでにアルミのテープをお持ちの方はそれをお使いください。お持ちでない方はこのようにご準備ください。それでは作業に移ります。私の持っている両面テープは 1.5 センチなので、それを使って3センチのアルミのテープを作っていきたいと思います。このように両面テープを2本貼って3センチの幅としました。そうしましたらこれをカッターで切ってください。このように切れますよね。そうしましたらこれを5センチの長さぐらいに切ってください。これもサイズどのくらいでもいいんです。まずは試しに5センチくらいの長さに2つ切ってください。このようにアルミのテープが2つ出来上がりました。これをどうするかというと、野外のメーターの両脇に貼っていきます。貼ることによってメーター周りのノイズと帯電の除去がある程度されることによって音は落ち着きます。また中音域も厚くなります。音の変化の様子を見てご自分の好みで貼る量を加減してみてください。これで多かったら短くすればいいんですね。足らなければ足せばいいんですね。なお貼りすぎると音のバランスが崩れますので分かると思います。それではどのように貼るのか具体的に見ていきたいと思います。これは野外の電気メーターになってます。このケースのここですね、こんな感じに1枚、反対側にも同様に、このように1枚両側に貼ってみてください。先ほども言いましたけれども、音の変化を見て貼る量は加減してみてください。またフェライトコアのノイズフィルターの大きいやつを1つつけています。電流は分配器で分けられてますけれども、10世帯から15世帯で共有しています。ですからすでに入っているデジタルノイズをある程度除去するイメージでつけてます。システムからかなり遠いので問題はないかと思って私はつけています。システム自体につけたり、システムの近いところで使用するのは音が痩せますのでやめた方がいいと思います。このフェライトコアのノイズフィルターは電子パーツ屋さんとかで売っています。値段は忘れましたけど全然安いです。興味のある方は一度つけてみるといいと思います。音としては少しすっきりします。対策後の音はサワサワとした感じが取れて少し落ち着きます。また中音域が少し濃くなり、音としてしっかりした感じに変わります。対策後の音質の変化から言うと、ノイズ対策と振動対策をした時の変わり方と同じパターンです。これだけのアルミのシートを貼っただけで振動対策になっているとは考えづらいので、やはりこれはメーターのノイズ除去をすることによって音が少ししっかりするものと考えられます。
またアルミのシートなので静電気の除去も合わせてしていると考えられます。なお対策後の音があまりお好みではないときはこのアルミのシートを剥がせばすぐに元の音に戻りますので気軽に一度試してみるといいと思います。音の変化は十分に体感できるレベルです。それでは今回は以上になります。興味のある方は簡単ですので早速試してみるといいと思いますよ。結構音は変わります。音が落ち着いて中音域がぐっと厚くなりますよ。それと先ほども言いましたけれども大作戦の25回目を見て簡易レゾネーターを使って簡単な振動対策皆さんなりに合わせてしてみてください。そうするとぐっと音は落ち着いてきます。定位も少しはっきりしたりしますね。とりあえずはぐっと落ち着いた音にこの2つを合わせてしていただければなると思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。